人生ってやっぱ変わっていかなきゃいけないと思うねんね。やっぱ俺は考えたらでも違う意味で必死に生きてきたなと思ってね、人生だから生きることに必死やったと思って、俺がメモ帳に生きることに必死って来年の座右の銘にしようと思って生きることに必死って書いてたら、生きることに必死って、必死っていう漢字は必ず死ぬと書くんですよね。だから生きることに必死ってこれすごい言葉なんですよ。必ず死ぬと書くんです最後は。お前ら必死でやってますとか簡単に使ってるけど、あれ必ず死ぬって書くねんで、あれだからそこで俺ははっと思ったよ。もっとね違うことに必死に生きていけないものかと。だから必ず死ぬっていうぐらいの覚悟はいるわけや。必死でやってますとか言うてるのは簡単な言葉じゃないということやな。あれは一つのものを追いかけるっていう美学は結構やっぱり大変なところがありますからね。